皆さんこんにちは。というか当チャンネルでは毎日土日も含めて夜7時の投稿を行っておりますので、実はこんばんはが適正だったりするんじゃないのかなと思っております。どうもポパイです。よろしくお願いします。ババン。こんな感じでですね、実は YouTube さんからデータっていうのが出まして、いつ皆さんが動画を視聴されているか、時間ですね、こうデータで取れたりするのが YouTube でございます。見ていただくと、やはりこう7時前後ぐらいが良かったりするので、まあもしくは6時でもいいのかななんても思ったりしてるっていうのと、プラス、土日はですね、お昼見られてる方非常に多くありがとうございます。なのでお昼にアップしてもいいのかなと思ってるんですけれども、まあ当面は夜7時で行きたいと思います。この辺の方、Twitter でもアンケート取らせていただいたんですが、一旦このお時間で行きたいと思います。改めまして、こんばんは。本日の内容ですが、B2 のロスター状況の確認と、そのをもとにした CS チャンピオンシップの順位予想が一つ目、そしてもう一つがみんなでチャレンジしようという、この大きく二つでお送りしたいと思います。まだまだロースターは全然確定しておりませんが、一度この辺で順位だったり、まあ、イメージですね、順位のイメージだったりというのを意識してもらえれば幸いでございます。では、行きましょう。B2 の契約状況、7月20日ぐらいのものまでしか入ってないかもしれませんが、いや、せーの、おりゃ。今回は16チーム横並びにしてみましたが、まあ相変わらず見えにくいというところありますので、東西に分けたいと思います。まずは西から、せーの、ほい。ということで B2 西地区に分けました。チーム名に色がついていることや並び順に特に意図はございませんのでご了承ください。では特徴を見ていきましょう。まずヘッドコーチは確定しているようですね。中でも新加入の SAGA サガがなかなかバランスのいいチーム体制できているのがちょっと不気味でしかないですね。ルイスヘッドコーチがどんな戦略で来るのかっていうのがちょっとわからないのが恐怖かなと思っております。また B2 西の特徴としましては、外国人ヘッドコーチめちゃくちゃ多いですよね。この辺がどういうふうにこう日本人選手に影響するのかなというのも注目でございます。日本人選手の大きな移籍はなく、大体ポジションも固まっている西地区です。外国人選手を見てみますと、西宮、福岡、奈良がまだ未確定、熊本 FE、 そして香川が確定しております。また熊本 FE では帰化アジア枠も確定しておりまして、かなりチームの契約状況は良好と見えます。そうなんです。来季は2チームは昇格確定、降格なしともありまして、B2 ではですね、攻めるチーム、それと貯金するチームと、大きくチームフロントのお財布戦略が変わってくると見ております。ここはかなり戦力差が出ますので、自チームがもし補強していなくとも、B1 クラスが B2 で見られたと、まあ、ポジティブに捉えることが何よりかなと思います。その上で注目チームはこちら、熊本ボルターズです。よく前の動画でですね、石川選手のご紹介もさせていただいたんですが、ここはちょっとイヴァン・ラベネル選手に期待したいと思います。琉球ゴールデンキングス時代に何度か見たことあるんですけれども、体格の割にシュートレンジが広く、かなり効果的、効率的なディフェンスをする IQ マシンだった記憶があります。彼が現在どんなプレーするのか、できるのかっていうのがですね、非常に楽しみでございます。そしてもう一人、そう、やはりこの選手、マーベル・ハリス選手ですね。なんといってもこの選手、ポイントガードなんです。ということで、来季の熊本のスタメン予想は、ポイントガード、マーベル・ハリス、シューティングガード、石川、スモールフォワード、ウィタカ・ケンタ、パワーフォワードにサンバ君、そしてセンターにラベネル。というのは冗談でございまして、ハリスが出てるときはサンバが出てくるかなと。で、ハリスが下がると石川選手が出てサンバ引いてデイビッド入るみたいな。まあ、こんな形になるでしょう。石川選手と共存できるの前提に、今季ポイントガードを多めに取ってる熊本なので、まあ、得点をどこに肘を置くのかって非常に楽しみです。で、またこうチームがね、変わっても、シックスマンとかセカンドユニットになっても、もう普通に戦えるチームでございますので、ファールトラブルにはあんまり影響しないのかなと見ております。はい、以上西地区でございました。では続きまして東地区行きましょう。せーの、はい。同じく並び順に意図は全くございません。こちらも B1 に比べてほぼ固まってきている印象ですが、青森そして山形の外国人選手がまだ未決定というのが、まあ、貯金チームになるのか気になるところでございますね。また福島の徳ちゃんがですね、今季自由契約になりまだ決まってないのが少し気がかりでございます。まあ、去年だったがですね、一回ザック・バランスキー選手のご紹介で一緒にオンラインゲームしたことがあってですね、彼の動向で結構見ているような状況でございます。これワンチャン青森あるかなと見てます。あと色付きのチームですが、東京 Z にまたまた元琉球の
バーンズ選手入りましたね。ドレロー・バーンズ選手、この選手も好きだったんですよね。まあ、当時マクヘンリー筆頭にもう私多分ですね琉球外国人ファンなのかもしれませんね。はい、まあ、こうやって見ますとやはり、まあ、群馬クレーンサンダーズさんがですね帰化アジア枠の使用も含めて、まあ、4歩5歩先に行ってるんじゃないでしょうかね。まあ、これはゴマすりではございません。怪我ファールトラブルでも B2 では無双できるんじゃないのかな、まあ、しないといけないチーム構成なのかなと思います。かの NBA の王者ゴールデンステイトウォリアーズが2015-2016シーズンにですねシーズン73勝9敗の勝率8割9分0厘でシーズンを終えましたが、これは群馬のノルマはですね2桁敗戦をしない、まあ、これ掲げてもらわないともういけないぐらいのメンバーでございます。なお2015シーズンのゴールデンステイトウォリアーズはなんとファイナルで負けまして準優勝でございました。私何か不吉なことを言いましたでしょうか。はい、東はですねほとんど予想しておりましたので注目チーム台風の目だけご紹介したいと思います。そうこちら、はい、越谷アルファーズさんでございます。ポイントガード畠山くん、シューティングガード長谷川くん、スモールフォワードに落合くん、そしてパワーフォワードにクレイグくん、そしてセンターにバッツくん、このオール B1 経験メンバーがいかにして上位に食い込めるかがキーになるかなと思います。で、まあ、一つ注目選手がおりまして現在まあ怪我で離脱してるんですけれども、そう坂本 J、 この選手なんです。まあ、ママドゥの方が親しみがありますかね。まあ、最初ですねあのシーズン登録で、なかなか試合出れなかったり、そして怪我をしてしまいシーズン戦えず、昨年度もですねアキレス腱の怪我でインジャリーリストに入ってしまってて、まあ、そのせいでおそらく移籍情報が止まってるんですけれども、まあ、この彼を茨城越谷のどこかで取れれば面白いアクセントになるんじゃないのかなと見ております。まあ、仙台にいたこともありましてもしかしたらと思ったんですけど、まあ、ペッパーズ選手が企画でいますので、まあ、ここでの獲得はもうないかなと思ってます。まあ、そうしますと、まあ、茨城の4番としまして、そしてマーク・トラソリーニを3番配置なんていうのはかなりウルトラシーでかつまあ面白く戦えるチームになるんじゃないのかなと見ております。再開した NBA では昨年度センターで使っていた選手ですね、ヨキッチという選手なんですけれども、今季はですねポイントガード2メートル13センチ、めちゃくちゃでかいんですよ。チームで2番目ぐらい大きいんですけれども、この選手をポイントガードで使うなど大幅コンバートも今季行われておりますので、 B リーグでも勝つための戦略もですね一つ重要になると思います。はい、あとは何度もツイッターの方でつぶやかせていただいてるんですけれども、私がおすすめしたいのがポイントガードのポストプレーなんです。もらい手への正確なコントロールなパス、そして縫い目までを意識したパス、そして何よりですねボールムーブの意識ですね。 B2 に期待するのは、はい、このロドマン選手の名言とは逆のですね平均アシスト15本で得点は2点というポイントガード誕生の期待をしております。でこれなんでかと言いますと、あの一番ミスマッチが起こりやすいっていうのが実はセンターとかインサイドではなくてこのポイントガードなんですよね。あの日本における外国人選手のサイズっていうのがだいたい2メートルから2メートル10センチ、そして体重が100キロから110キロとだいたいみんなここなんですよ。でちょっと大きい選手だと2メートル13センチとか、あとは体重が115キロとかっていう風になってくぐらいであんまり差がないんですよ。となるともうこれうまさだったら相性の問題しかなくて、グーチョキパーの確率っていうのと一緒なんですね。でその中でもじゃあ身長差って一番大きかったりするのどこかってよく見ると、これはあのポイントガードだったっていうのが分かっております。なのでポイントガードがポストプレーって、まあ純日本におけるこう古き考え方からすると全然ありえないよみたいになるんですけれども、これ私がですね中学生ぐらいなんで20数年前ぐらいかですかね、あのずっとコーチにも言ってて全然取り入れてもらえなかったんですけど、私の本職ポイントガードなんですけれども、ポイントガードの中では背が高かったんですよ。そしてパワーもあったんですね。なので私をあのポストプレーさせろと、で中からあのパスをした方がまずシューターからですね正面でパスもらえるじゃないですか。でパス正面でもらえるのってやっぱりシュート確率一番上がるんですよ。でみんな知ってたので、じゃあこれ私が中入って中から出しますと、でもしくは、突っ込んだ時に来るんだったらパスします、で来ないんだったら最悪ファールを取って帰ってきますっていう風に言ってたんですけれども、まあ、なかなかこう使ってもらえなく純ポイントガードとしてあのずっと試合に出てたっていうところあったんですけれども、これができるようになるとかなりボールのですねあのムーブが良くなるかなと思っておりますので、この辺もうちょっと期待したいと思います。そうするとシューターは本当にスリーポイントに専念っていうのと、あのファーストブレイクを抑えるディフェンス、ファーストディフェンスっていうところに専念できるので、チームのやりたいことって明確になると思うんですけれどもね。はい、ということで雑談が長くなりました、失礼いたしました。ではですねこんな B2 をモデルにエア CS チャンピオン
ンシップの方を開催したいと思います。これはロースターが確定してしまうと非常にアンチを買いそうな企画でございますので、今何も決まってないのでただの妄想ですよというところだけお伝えしておきます。まずですね、 CS チャンピオンシップなんですけれども、各地区上位3チームとワイルドカード2チームの合計8チームが出場できます。ワイルドカードとは東西の3位以下のチームのうち勝率の高い2チームから出られます。なので東からワイルドカード 2枚含めた5チーム出場というのも大いに可能性はあるような、こんな体制になっております。はい、ということで、今季上位に出てくるであろうチームはこちらでございます。はい、偶然ですがこのグラフ上なんですけれども、こちらのグラフも出しますか。はい、ということでこちらです。こちらの左から実は順位予想になってましたと。東地区は群馬、仙台、茨城、そして越谷、東京、西地区は熊本 FE、 そして西宮となっておりまして、ワイルドカードが越谷と東京 Z というふうな予想になっております。これをトーナメント表に当て込んでみますとこうなります。はい、ということで、初戦は群馬と東京アースフレンズ Z、 そしてもう一個が茨城ロボッツと FE 名古屋で、反対側で87ズ対西宮ストークス、そしてアルファーズ対ボルターズ、まあ、このような戦いになるかなと思います。じゃあ早速こちらの勝利チーム見ていきましょう。2回戦です。せーの、ほい。ということで群馬が2勝で、ベスト4で、茨城も、ベスト4、そして仙台も2勝スイープしましてベスト4、そして越谷2勝1敗ですが、ベスト4に入ってきましたと。もうこれによって東地区4チームが残る可能性かなり多いと思います。それぐらい東地区の成熟度今季高いと私は見ております。はい、じゃあ、決勝戦行くのはどのチームかということで、見ていきましょう。群馬と茨城ですが、2勝1敗で、はい、ということで群馬が上に行きます。決勝戦に行きます。そしてもう1カードですが、仙台と越谷アルファーズですが、せーの、ほい、ということで注目チームに挙げました越谷が2勝でおそらく決勝に上がると思います。ということで決勝は群馬対越谷アルファーズ、そして3位決定戦は茨城ロボッツ対仙台 89ers になると思います。で、このポイントなんですけれども、2位、越谷アルファーズが、じゃあ上位2位のチームに入ったので、B1 に行けるかってポイントなんですけども、ここなんですが、今現状だとまだですね、越谷さんは B1 ライセンスを取れてないんですね。で、ここがまず取れるかどうかっていうのが一つキーになります。で、その場合は、3位決定戦に出る茨城対仙台のどちらかが昇格になりまして、じゃあこのチームライセンス状況どうかと言いますと、この両チームはですね、ライセンスを共に保有してるんです。なので、まあ、ここで言うならあれなんですけれども、実は盛り上がるのはこの3位決定戦なんじゃないのかなと思っております。で、この3位決定戦じゃあどうなのかと思いますと、まあ私の予想では茨城ロボッツさんが若干波に乗ってる気もします。まあなんせですね、オールスターも水戸というところもございますので、まあこういうのって結構影響したりするんですよ。というところで、現段階の何の根拠もない予想ではですね、B1 昇格ではですね、群馬クレーンサンダーズが、まあ行きまして、茨城ロボッツが3位で上がってきて、結果 B1 2チーム昇格になるんじゃないのかなと思います。皆さんいかがでしたでしょうか。はい、ということで B2 のロスター確認していきました。ちゃんと、まあ、スタートしたらですね、順位予想や試合についてのコメントなども行っていきたいと思います。はい、ということで続きまして、皆さんでぜひチャレンジしてみましょうのコーナーでございます。こちらのホームページをご覧ください。はい、ということでですね、ついに長崎県にプロバスケットボールクラブが誕生します。そこでクラブ名を募集されてまして、応募締め切りは8月31日の月曜までとなっております。ジャパネット高田さんがまた頑張っていただきましてありがとうございます。で、今回ですね、 B3 に参入しまして、でここなんですけれども、2016だったか2017シーズンだったか忘れたんですけれども、 B3 っていう括りをなくしても全部 B2 にしようっていうような動きがどうやら上層部であるような話なんですね。だからこのタイミングでも入ってくるチームって非常に面白いですね。というところで、今回長崎さんが入ってきますので、長崎さんのチーム名、ここのリスナーからぜひ決めたいなと思っております。私が決めるわけじゃないんですけれども、皆さんで応募したらどうですかなというところでございます。チーム名称に選ばれた方には、なんとアリーナ完成後に VIP 席の年間観戦チケットをいただけるそうです。そして最終選考に選ばれた方もアリーナ完成後に A 席の年間観戦チケットをもらえるそうです。また
2024年に完成を目指している長崎スタジアムシティ内にできるアリーナ、本クラブ、ホームコートでの観戦チケットということで、まあ見れるのは先になってしまうんですけれども、まあなかなかこう、いい企画でございますよね。で、選考の流れなんですけれども、8月31日の応募締め切りまして、一次選考終わりました。そうすると、9月15日に最終選考候補の発表と投票開始で、9月30日、約1ヶ月間でクラブ名の発表まで至るということでございます。で、応募に関しては1人1点までとし、まあ、同じ人がアカウント変えてやるとかそういうのはやめましょうということ。皆さん、ここは皆さんやめましょうね。はい。で、あとは、長崎といえば、サッカーチームがございまして、V ファーレン長崎というチームがございます。で、長崎といえば、やっぱりオランダからこういろいろ流れ着いたというところで、カステラだったりとかもちろんあるじゃないですか。ザビエルガーとか。なので、この V ファーレンもオランダここから確か取ってたような気がします。V はビクトリーとか、なんかあったと思うんですけども。ちょっとすいません、ざっくりで。で、まあ、そういうような名前がつくのかなと思ってるんですけれども、皆さんはどのような名前にしますかね？長崎ちゃんぽんズとかしようとしたら、私の知り合いの長崎の子にはダサいって言われてしまいまして、それやめましょうと思っております。で、私が考えたのはですね、こう見えても出張族で、今コロナウイルスなので出張は自粛してるんですけれども、日本全国仕事で本当に飛び回るんですよ。で、長崎県の思い出が2つありまして、まず1つ目、長崎駅降りまして、すぐこう見える景色ですね。壮観な景色。なんて言うんでしょう、山の中というかこう、なんて言うんだろうね、こうだんだんの、もう本当に日本じゃないみたいな景色は、すごく感銘を受けた覚えがあります。そしてもう1つ、駅降りまして、バス停の方向かう、なんて言うんでしょう、立教というかあるじゃないですか。長崎に住んでる方だと分かると思うんですけど、あそこで、長崎ちゃんぽんで有名なところっていうのを、食べログとかを使わず、聞いて決めようと思ったんですよ。で、結構こう、女子高生とか、シャクサラリーマンの方とかもいたので、いろんな方に聞いてみたら、結構な方が、長崎ちゃんぽんはですね、リンガーハットが美味しいって言ったんですよ。リンガーハットさんが悪いとは私全く思ってないんですよ。思ってないんですけれども、いや、チェーン店だったら、別に、長崎に来てまで食べる必要ないじゃんって思うわけですよ。で、みんな言うんですよね。で、もうしょうがないと。聞いた以上行くしかないと思って行ったんですよ。そしたら味が違うんですよ。これは本当にびっくりしました。ええと思いました。まあ、他にもね、いろいろなちゃんぽん行ったんですけど、ちゃんぽんが私も大好きでございまして、あとタンメンですね。野菜と一緒に食べれるっていう、こう、ざっくりな大型の性格からすると、もうめちゃくちゃ、なんか、バランスがいいなって勝手に思ってしまうので、そういうメニューがありましたら皆さんぜひ一緒にお願いします。ということで、私の方ではですね、チーム名はこれにしようかなと思ってるんですけれども、はい、こちらですって言っても用意してないんですけども、長崎アムステルダムズ。これはどうですかね。まあ、オランダのアムステルダムから取ったんですけれども。ということで、オランダアムステルダムズ。そして、マスコットキャラクターはキャッスルくんって言って、まあ、お城型のね。そういうような企画はどうかなと思います。皆さんいかがでしょうか。私多分これで本当に応募すると思います。はい。以上、皆様で一緒にやってみようの企画でございました。このチャンネルでは本当に様々な企画を特にこのシーズンオフでネタがない中作っております。こんな企画やってほしいという神のお言葉をいただける方はぜひともコメント欄にコメントのほどお願いいたします。まだまだバスケ界を盛り上げていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターのフォローなんかもよろしくお願いいたします。それでは、終わり。